今では攻撃のほとんどに才を使うネスだが、過去作では純粋な体術のみの攻撃も多かったのをご存知だろうか。今回は BA、クーエ、クーゴの3つを紹介してみる。64ではハンドスタンプという滑りながら手足出す技。この頃はシンプルな突進攻撃で当てればクック単発で吹っ飛ばす。吹っ飛びの BA にしては悪くない。判定はネスに張り付きっぱなしで持続も長く、全体隙も短いので扱いやすかった。デラックスからの BA、BK ハンドスタンプ。モーションは同じだが光る弾エフェクトがネスの前方に3回出現する。2段目、3段目とネスから離れていくのでリーチが長く、3段目はオネットの左の民家を貫通するほど、ただこの技初段の判定が妙に低く相手をダウンさせてしまうので、3段目まで繋げにくい上受け身されると初段で抜けられる。基本的に2段目から当てるのが無難だが、2段目死亡も使ったりする。全体隙は前作より少し伸びているものの、3段目のベクトルが高いのでコンボが可能。X の PK ハンドスタンプ、初段の吹っ飛びが変わり3ヒットしやすくなった。が、スラシには弱い。X なのでコンボはなくなった。3段目のリーチがだいぶ短くなっており民家は貫通しない。4の PK ハンドスタンプ、3ヒットの威力が 3% 落ちたが、3段目の射程が伸びてデラックスと X の中間ぐらいにはなった。スラシにも強くなった。吹っ飛びが少し上がっておりギリギリになった時に倒せるぐらいに、スペシャルの PK ハンドスタンプ、リーチは4と同程度、威力が 2% 改善、アプデにより吹っ飛びがアップしそこそこのパーセントで撃墜できるように、まとめると、強さだけで言うと64かスペシャルの2強かと思うが、実戦での貢献度で言うと多分デラックス、浮かせる効果がとにかく大きく、中距離ではとりあえずこれを振ってる競技シーンが多い。64ネスのクーエはジャンピングヘッドバット。突きで後ろから前に攻撃。17% という効果力。シールドにさせばレンガからブレイクまでいける。手出しの頭部分は無敵でリンクの下突きにも大体勝てる。大昔にも紹介したが、歴代全クーエの中でもトップクラスの吹っ飛びを誇る技。デラックスのヘッドバット。威力、吹っ飛びはだいぶ落ち着いたものの。ベチによるコンボはまだ可能。ただし前後のリーチはだいぶ短くなっており、特に後ろ側はダメダメ。持続も減って 3F のみになっている。また頭無敵がなくなったので判定勝負はそこまで強くなくなる。X のヘッドバット、顔が面白くなる。威力は据え置きだが吹っ飛びがアップし何のスマッシュ級の強さに。後ろのリーチは少しマシになったが前側は前作よりも悪化している。着地式は X にしては短めなものの、システム的に今後向きではなくなる。4のヘッドバット。威力、吹っ飛びは X に近い水準をキープしている。が着地式が例によって増加、TF だけなのでまだ軽症な方、着地から上げれば今後にもいける、前後ともにリーチが伸びており64に匹敵するレベルになっている。そしてスペシャルのクーエ、PK ワイパー、サイをまとった手で頭上を投げ払う、方位前とは発生が同じで判定が後ろから前に出る、ぐらいしか共通点はなく別の技、当たるとか単ヒットで合計威力はかなり高い。全体式が総より 8F も短いため、対空で最大3連続まで繋がり火力を稼ぐこともできる。着地式が 8F まで短くなり、今後の自動野菜ガードにも悪くなる選択肢。多段部分を当てて着地した場合はおよそ 10F 未満のミニクレームで、逆、強攻撃、神などが発生できる。再部分は真空判定なため判定勝負にも強い。吹っ飛びもベク編には弱いものの全体式の割にはかなり強い。欠点としては上リーチは上だが前後のリーチは総よりやや短いことと。打点が高いので特に後ろ側が低い位置に当たりにくいこと。ガス当たりが発生しやすいこと当たりだろうか。総合的には、64が抜けてて時点でスペシャルその他か4も当時としては優秀かと思う。64の空後、後方ドロップキック。モーションはおそらくマリウイの有用。そこそこの発生と全体式で威力 16%。この頃の空後は似たような性能が多いがその分扱いやすく優秀。デラックスのドロップキック。一見動きは64と似ているが足が光っている。ここから当てた瞬間電撃属性で吹っ飛ばす PK ドロップキックに変化。PK といっても基本性能は64にかなり近く。マシンの持続は短いが全体式や吹っ飛びに至ってはデラックスの方が勝る。ただ唯一リーチだけは姿勢の差なのか64の半分ほどしかない。X の PK ドロップキック、見た目は光らなくなっているが当たればきっちり電撃属性、リーチがかなり改善しており64に近いレベルになっている。吹っ飛びもデラックス以上でさらに全体式も短縮。懸念点は着地式が少し伸びたぐらい。4の PK ドロップキック、見た目があからさまになる。やや吹っ飛びが落ちたもののそれでも隙の割にはかなり吹っ飛ぶ技。このパワーで連続ヒットするパーセント帯があるのはすごい。着地式は5F増えてしまったが、あまり着地で出さないので被害は少ないか。出だしで足の判定が伸びるため少し判定では弱くなったか。スペシャルの PK ドロップキック、フォート大体同じで吹っ飛びは微強化。着地式も 10F まで減少し最低空なら一部の技以外の反撃は受けない。どれも強いが、総合的にはスペシャルが一番で時点が64あたりか。ここまで初代の原型を保っている技は多くはないので興味深かった。